艦番号 M04 当時の艦永、カールスクローナは、スウェーデン海軍の機雷不説艦であり、練習艦。支援艦としての役割も考慮されている。後に紹介艦となった。スウェーデン海軍の運用する艦船のうち2番目に、大きく、戦闘艦としては最大である。平時には、練習艦としての活動がほとんどで、主艦候補生を乗せて、世界航海していた。 日本へも数年おきに来航しており、おそらくはスウェーデン海軍の艦船が日本で見られる唯一の機会だった。スウェーデン海軍はこの艦は軍事上の役割にとどまらず、各国を訪問することによってスウェーデンの外交アピールの役に立ち、特にスウェーデンの兵器売り込みを図ることに貢献する。と国内に向けて主張していた。冷戦の間は、 本館のような大型の機雷布施艦は、スウェーデンの国防戦略の中で非常に重要な位置づけがなされていたが、2000年代初頭のスウェーデン軍の再編成の後は、その位置づけは外された。本館は2002年に改装され、少なくとも2018から20年までの間、収益に耐えうるものとされたものの、国防予算の削減から2007年には形成された。その後、 2009年から2010年にかけて、紹介艦への改装が行われ、艦番号を M04 から P04 に変更した。紹介艦となった本艦は2010年のアデン湾におけるアタランタ作戦に参加した。同年3月13日にカールスクローナ海軍基地を出発し、4月15日にこの作戦における指揮官としての任務を開始した。 2016年8月には対応年数を2025年まで延長するため10ヶ月間の入居改装に入り2017年6月17日に海軍に引き渡された現在では 57mm 砲はいずれも撤去されている後部砲はヘリ乾板を拡張した時に撤去され前部砲は2007年に形成された時にスウェーデン海軍では他の どの感染でも使用されていない旧式タイプであるとして撤去された。ありがとうございます。